第58回サンケイスポーツ杯争奪戦 A 級チャレンジ決勝は岩手101期斉藤慎選手の優勝でした。ただいまから斉藤選手の優勝インタビューを取り行います。それでは斉藤選手の入場です。大きな拍手を持ってお迎えくださいませ。斉藤選手、優勝おめでとうございました。ありがとうございます。6場所目にして初めての優さん、そして見事な中割れでの優勝ですよね。いや、今回はたまたま本当に展開に恵まれて、本当自分の足や足だけでは来れなかったので、本当今日は見に来てくださったなんかお客様の声援もあって頑張ることになりました。この初優勝、誰に一番最初に伝えたいですか？本当にデビューまでずっと支えてくれた家族、あと同門や師匠の方、師匠やそのご家族の方にまず最初に感謝のことを伝えたいと思います。連日位置的にはあまり位置じゃなかったんですけども、今日はいい位置取りましたね。そうですね、ちょっといろいろ考えていたんですけど、やっぱ結果的に前々行かないと嬉しい展開になるってことは分かるので、そこがちょっと気持ちがいい目に出て、それがたまたまいい位置に取れたと思います。そして最後はもう思いっきり真ん中を突っ込んだんですけど、怖くなかったですか？そうですね、ちょっと開くかどうかも分かんなかったですし、怖かったんですけど、それよりももう宇宙でとにかく見ました。その直根性にね、これからも火をつけて、たくさん優勝してください。はい、ありがとうございます。これからも頑張ります。最後にお客様にメッセージお願いします。今日は綺麗に来ていただき本当にありがとうございました。皆様の温かいご声援のおかげでなんとかここまで来ることができました。これからもよろしくお願いします。なんですが、練習はグラウンドで、そして芝生グラウンドでいつも行ってます。